X の悲劇は1932年に発表されたアメリカ合衆国の推理作家エラリー・クイーンの長編推理小説ドルリー・レーンを探偵役とする悲劇4部作の第1部本作を含む4作品はバーナビー・ロス名義で発表された満員の死伝の中という密閉状況の中でニコチン液に浸した針を使用した巧妙な殺人が発生する 被害者である、株式仲加人のハーリー・ロングストリートは、多数の人間から恨まれており、容疑者が続々と現れるが、いずれも逮捕の決め手に欠けていた。お手上げとなった、サム・ケイシとブルーの地方検事は、必死の思いで、元舞台俳優の名探偵、ドルリー・レインに協力を要請する。やがて、ブルーの地方検事のもとに、ロングストリートが殺されたときに、 同じ自伝に乗り合わせていたというものから、殺害犯人を教えるという密告状が届く。ブルーの地方検事とサムケけし、ドルリー・レーンが待ち合わせのウィーホー検都船上のフェリー発着場に行くと、そこで誰かがフェリーから海に落ちたと騒ぎが起きる。被害者の顔は潰れて判明できなかったが、服装や死体の左ふくらはぎにある傷跡から、自伝の車掌チャールズウッドと判明する。 やがて、ロングストリートの共同経営者で、都線上に居合わせたジョン・ドーイットが一連の殺人事件の犯人として逮捕され、裁判にかけられる。ところが、レーンがバックに着いた弁護側により、ドーイットが第二の事件の直前に負った傷から殺害が不可能なことが証明される。しかし、無罪方面されたドーイットが、弁護側の一行と列車に乗り込んだところ、ドーイットは、 何者かにより最後部の客車で射殺される。その左手の中指は人差し指の上にねじ曲げられて X の形を作っていた。まず、作中でしばしば未知数 X の意味で犯人を X と仮定している。他、第3の殺人の被害者が犯人を示すためのダイイングメッセージとして指をクロスさせていたことに由来する。ありがとうございます。